隅まで探索ボンバーマンステージ演奏付き。ボンバーマンといえば、てて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 てみたいなあの音楽が一番印象深いけど、あ、確かにめちゃめちゃボンバーマンっぽいぞ。ボンバーマンっぽいけど、あのイジャンプ取れるの？取りたいなあれ。あ、なるほど、これでボムを出すってことね。てて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 、オッケー、これでイジャンプゲットできて、もう一個じゃああそこもゲットできるってことか。ってことはこの辺は、いや違うな、あれどこが出るんだ、ここか。あ、オッケー、ボムちゃんが出て、あ、これで取れそうだね。てて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 。オッケー、あー、ちょっとむずくない？オッケー、ジャンプゲットして、これであとは、入っていきましょう。なかなか難しいぞ。おっと、レール演奏だね。レール演奏で、ループ演奏して、あ、いいね、いいね、ドラムの音が。結構長い。あ、やっぱりこの音楽？あ、いいね、いいね。あ、なるほど。こういうスペースで、ボムを出して、こう、ボンバーマンみたいに、あー、いいねー。さあ、どんどんボムを出して、あ、ボムもう2個持ってる。ボム2個持ってるわ。いや、いいなー。あ、で、1アップをなるべくゲットするって感じか。なるほど。じゃあ、あれ？こいつどうしたらいい？あれ？こいつどうしたらいい？ん？あれ？これゲットできないな。なんだ？しょうがないか。ゲットできないから。次行くか。あ、もしかして壊したブロックの中に、あー、そうか、なるほど。順番を考えるってことか、これ。壊す順番とかを考えないと、やられちゃうってこと？あ、なんかそれっぽいなー。いや、いいね。演奏もついててめっちゃボンバーマン感あるね。あ、そうそう。で、敵がいるんだよね、ボンバーマン。そうそう。一人用モードだと敵がいるだよ。いや、結構ね、ストーリーモードもなんだかんだ楽しいんだよね。さあ、これで今度は上に行って、マップが広いから本当にストーリーモードだ。ストーリーモードってさ、こうやってなんかマップ広いんだよね。この辺は？あ、コインもある。コインもある。待ってよ。こいつは倒せないから強いぞ。強いな。はい。ここはボム出るよね。じゃあ。じゃあ。ここ怪しいな。はい。あ、出ない。ここは出ない。ここを壊す順番考えないと、多分取れないから、あ、こうか。こうして、特貫するでしょ？1アップ取れた。オッケー。あ、1アップ取れたら別に壊してもいいか。まあ、壊しても何もないかな、多分。危ない。ドカン。上。あ、ボム、またボム。いや、こういうさ、再現コースって、そうなんですよ。難しい、まあ、再現って難しいんだけど、個人的にはね、100% 再現する必要はないと思ってて、なんか、うまいことを、それっぽく再現するのがね、大事だと思ってるんですよね。だから、本物のボンバーマンと比べたらもちろん、違いはあるんだけれども、あー、で、こっからよりボンバーマンっぽくなってくるね。いや、いいね、いいね。要は、ボンバーマンっぽいって感じさせるかどうかなんで、よいしょ。次はこれどうしたらいい？とりあえずこいつ倒してしまって、待ってよ。ここちょっと難しいな。あー、しかもここの工夫すごいね。これ一体ずつしか、ボム兵が出ないようになってる。わ、ここすごい、工夫がすごい。よいしょ、待ってよ。工夫、すごいがすごいってなんか、語彙力大丈夫か。これは、こうか。オッケー。これで、たくさん1アップがまたゲットできて、ここがゲットできないから、待ってよ、ここで待ってよ、待ってよ。いや、この仕組みすごい好きだな。よいしょ。ここでさらにもう1アップできる。危ない。右の方は？右の方にも1アップがあるから、いや、これ超いいなぁ。この普及システムのおかげでめちゃめちゃ遊びやすいね。よいしょ。てれてってってれてってって、ドン。てれててってれてってって、よし。急いで、急いでからの、こう、危ない。危ねえ。あ、あ、やべ。でも順番考えると言っても、これじゃ結局一緒になっちゃうなぁ。あ、この次か。ここを、こういうことか！あー、なるほどね。あー、そうやって工夫して取るんだ。面白い謎解きみたいになってる。でも壊しとかないと積んじゃうところもあるから、その辺だけちょっと気をつけて、よいしょ。あとはちょっと爆発するまでの時間が、やっぱり奥に行けば行くほど迫ってくるから、そこも気をつけて。いや、一応ちょっと安心して壊してた方がいいか、この辺。安心できるように壊しておいて、いや、これ好きだな、マジで。よいしょ、危ない、危ない。あーさ、まぶねえ危な、なんちゅうことすんの。よいしょ。これで、どっかと、OK、チャプケット。この辺だから、勝手には出ないようになってるのか。もう自分でやらないといけない。自分でちゃんとボムを置いて、クリアしないといけないようになってる。てってって、
テテテテテテレテテテレテ。あとちょっとで1アップがもう1個取れる。これまさかパーフェクトしないといけないとかないよね。大丈夫だよね。1アップゲット。次に行きましょう。おー、ひょいーんと。すると、あ、今度はあれか。多分、ところどころ出てくるってやつかな。ここはさすがに入ってるでしょ、どう？ここでまずピンコイン1個ゲットして、4個ゲットしないといけない。結構いるね。これは出ない。出ないぞ。じゃあどこだ？これ、この辺で。ここででしょ。出るところだけでやってしまって、ここでよね。いや、ボンバーマンがすごいあるな。オンオフの切り替えができるけど、どうしようかな。切り替えていいものかわかんないな。切り替えようか、とりあえず。はい。切り替えたらなんかやってくる。あ、なんかやってきて一気に壊れる。いや、そう、ボンバーマンってね、ギミック系もあるんだよね。だからその辺で、うまいことできてるけど、これは怖いな。こいつ倒れてくれないよね、これで。どう？レールだからダメだよね。よし。でも、大丈夫。よし。次は？いちゃったにある。でも取れなくない？あ、取れないな。なんでだ。さっきからなかなかうまくいかないな。むず。やっぱり謎解きみたいになってるかな。とりあえず、できるところだけでも頑張りたい。どう？どっちがどっちだ？ピンポイントでしかできないけど、そもそも足りてない気がするな。ちょっと待って、条件大丈夫か？結構なんか足りてない気がするな。とりあえず、上に行って、ここ。あれ？ちょっと？むず。むずくない？どこだ？ここ行ける。なんか結構見逃してる気がするな。これ何？はい。あ、ボムちゃんが飛んでいって。なるほど。壊してくれますよーと。オッケー。あ、いいねー。これでダブルで溶かしてくれて、だからピンコインは絶対取れるようになってるのか。どんなやり方でも。ただ、ボーナスのこの1アップは考えてくださいと食べていかないんだけどね。ちょい。あ、これで1アップ取れるよね。ここにいれば取れるなと。ありがとう、1アップ。ダラリラリラ。からの、あー、待って。むずいよー。難しいよー。いや、マジで1マスって難しいんだよな。ちょ、よし。これは？あれ？取れません。どうしたらいいですか、これ。え？何これ？そして、音符また変える？こっち全然取れないんだけど。え？ここ叩いたっけ？叩いたよ。え？詰んではないよ、詰んだ。え？え？あー、そういうこと？おー、すごい。なんじゃそりゃ。ドッカンと壊してくれて。いや、すごいな。ギミックもちゃんとしてるな。オッケー、これでゲットして。でもなんかやっぱり1アップゲットできないな。これもどっかに叩けるところがあったのかな。トゥルトゥルトゥルって言って、あ、ほら、あるあったわ。やばい。でも時間がない。1アップゲットしたけど時間がない。しかも1アップ足りなくない？これやばいやつかな、もしかして。これもしかしてゴールまで行ってゴールできないやつか。お願い、ゴールさせてくれ。許して。あ、もしかしてギリギリ、あ、よかった、ギリギリゴールができる。危な。いや、これパーフェクト取るのでも難しいな。だいぶ難しいよね。と思ったら何？あ、これファイヤーの強化マークだ。強化マーク。待って、ちょっと待って、時間がないんだよね。時間がない。ちょっと急がなきゃ。のんびりしてる暇ない。急いで。あ、これはでもわかる。これはピョンと出してやれば、OK、1アップが取れる。待って、時間がないですよ。急げ。これは、ここでボム着火して、着火することによって、1アップが取れる。1アップ？ OK、空のゴール取り方。いや、これね、多分、パーフェクト取ろうと思ったらめちゃめちゃ難しいんで、皆さんぜひ遊んでみてください。いいねと。全集中、長い闇だくじ。さあ、これは、縦コースイベントのコースで、縦をね、使ったシンプルながらもすごく面白かった、コースを紹介したいと思います。これね、阿弥陀仁、順番にこう阿弥陀仁を辿っていくっていうコースなんだけれども、それをまさか、この縦の中で、うまいこと目で追うという、いや、これめちゃめちゃシンプルだけど面白くて好き。いきますよ。鍵を見ていて、鍵からどういったらいいかというところですね。せーの、はい！さあ、よく見ろ。見てる、まだ終えてるよ、みんな終えてるかな。障害物もあるけど、終えてる、まだ終えてるぞ。わかりづらいけど、左行って、真ん中行って、右ということで、これは正解が4番と、さあ、4番に入ると、さあ、すると、阿弥陀仁の要領で、うまいこと、ベッドが、不正解のところにはベッドが行って、死んでしまうと、正解のところだったら、ここで鍵に入りますよと。いや、これめっちゃ面白いよね、この最後の演出も含めて。いや、これめっちゃ好きだったな。皆さんは目で追えましたか？さあ、するとあとは、これもなんか阿弥陀仁みたいになってるね。一応この辺は阿弥陀仁みたいなところを過ぎていって、これなんか意味があるのかな。上
上に出たらなんか、いや何もないか。この辺は単純に階段が網だくじになったよみたいな、なんかそんな感じかな。多分そういうことだよね。よし。じゃあ、あとは、これで一応上ほど探索して、何もなければ、これでゴールを、てっぺんゴールでもできるようになってるよね。これでゴールをしましょうね。できてるー！やったはい、ということで、いや、アイデアがすごく面白い、マリオメーカーで網だくじができるコース。皆さんもよければ遊んでみてください。それではまた次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。